まあ、IB 研究者の社会貢献とはということで、えー、これ、この前の時間でもいろいろとあの意見交換されていたかと思います私はその IB 研究者としての現実をどう捉えるかと、当然、これ、理想があるわけで、理想に対して、まあ、現実があって、 えー、そのギャップをですねどう捉えるかあるいはどう乗り越えるのかということが私の今日私の経験していることでのお話なのかなというふうに思っております、えー、私なりの考えということで、えー、進めさせていただければと思います まず、私自身がどういう普段大学で仕事をしているのかということも簡単にまあこの後の話にもつながることでもあるものですからちょっとあの自己紹介ではありませんが少しお話をさせていただければと思いますとこれ、私の大学ですねあのえと今、今年で5年目になるんですがそれまでは富山大学で20年ほど勤めていました今はこの兵庫県立大学の方に移って5年目になっています。 この社会科学研究科という大学院の中の経営専門職のところに所属しています。えー、とここは、えー、定員45名でですねあのその内訳はこのように書かれて3つのコースで構成されています。えー、と一番多いのはやっぱ地域イノベーションという、まあ、あの企業に勤められるかこれすべて企業に勤められている方が来られているんですが。 30名とあとは医療の現場にいらっしゃる方、まあ、あの医師の方なんかも今年も入ってこられています、まあ、あの10名が医療マネジメントコースと、医療介護コース、介護マネジメントコースが5名ということで構成されています、それぞれその道の分野の専門家の方が集まって、45名ということで構成しています。 でこの1番目に書かれているこの、あのあ、ー、地域イノベーションコースはですね30名全部じゃなくてさらにこれが半分ほどに分かれていてそのうちの1つがあのー、中小企業診断士の登録要請課程を併設しているということで確かこれ国交立でうちだけだったんじゃないかなと思うんですけどそういったことがあるものですから結構広く。 えー、受験者が来ている、まあ、そういう大学になってます大体45名の定員とか150名ぐらい毎年来ているので、えー、その中で、えーまあ、45名がここで集って毎年今勉強するというところになっていますで、えー、と土曜日に授業があるものですから毎週土曜日は授業に、えー、時間を割くただし今日のように授業がない日もあってその時には私は今日あのやってるような活動をさせていただいているということになりますで実際私の授業は このように社会人の方ばかりなんですが、あのまあ、私の実際のクラスの雰囲気ですけども、よくあるような MBA のクラスだと思うんですけども、あのまあ、少人数で、これはコロナの前ですから密になってますが、今はそんなことはないんですけども、あの私の課題に対して各グループで検討し、ホワイトボードに書いて発表するというようなことをしています。結構あの、えー、意欲的な学生が多くて、活気のある授業を展開しているようになっています。 まあそんな中で私がです、ね、あの先ほど申し上げたようにその IB 研究者としての現実をどう捉えるかということなんですがあらかじめ今日あの大木先生から頂い,いたスライドにはこんなことが書かれていましたこの大木先生のスライド用紙というところにです、ね、2つあって特にこの問題でで、ねえー、我々 IB 研究者は今どんな状況に置かれているのかとで何をすればよいのかとてもあの大事なあの問いかけだと思います。 と同時にもう一つ、一番最後の,方のスライド、これもお使いになったかと思うんですが、この終わりにというところで書かれているところで、実務への貢献をどのように可視化するのかというところ、それと同時にもう一つ、真ん中のところですが、実務とのつながりを学術研究に活用するためにはどうすればよいのかということですね。 ね、こういったことがおそらくその後の時間の中では、えー、といろんなご意見が出てきたんじゃないかなと思いますけど今あの申し上げたところについて触れるような話をですね、えー、この後をさせていただければなというふうに思っております。でまずはその話を進めていく上での前提といいますかねあのについて少しお話しさせていただきますが私自身の勝手なあの分類なんですが IB 研究者っていうのをですね えー、まあ、本当にこう勝手な分類ですけれども、まあ、あの3つぐらいに分けてみました。まあ、1つ目は何かっていうと、海外のトップジャーナルに投稿し、そしてそれが掲載される優れた研究能力を持っていて、でかつ、研究環境も整っているような研究者は実際にいらっしゃるだろうと思います。 ただ、2番目に書いてあるところで、その状態には何らかの事情が届かない、な、まあ、何らかの事情というのはちょっとここがポイントなんですけども、あ,のあんまりこうあのはっきり言わないところがいいと思うんですが、何らかの事情届かないけれども、あの研究力を持ってると、で研究力を持っていてで、実際に研究活動も行っているような研究者も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。で3番目のカテゴリーとしては、な、まあ、何らかの事情ですね、な、まあ、何らかの事情により、したる研究活動が思うように進められないような研究者もいらっしゃると思うんですよ。 えまあいろんな事情があるかと思うんですが、あのー、その中で、実際自分の,そのメインとなるような活動、研究活動があのできないという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、私はこの中で、おそらく自分ではあの2番に位置づけられるんじゃないかなと、勝手に思ってて、えー、まあこの2番というのは結構広い範囲があると思うんですけれども、あのー、その中で私は活動してるなと思っております。 で今日の話もまあ1番とか2番あたりに関連するような話なんじゃないかなと思っていて私自身があの自分で思っているような場所についてですね少し私のこんなことをしてるんですってことをお話しさせていただければなと思います。決してそのの学術的なな話はあまりないので、えー えー、そのおおつもりでお聞きいただければなと思っておりますそれともう一つ私の勝手な分類としてもう一つちょっと分類もしてみましたそれは何かっていうと、あのー、自分の,その研究テーマと社会貢献の関係についてなんですが。 あのこれも大きく3つに分けて、あの真ん中の丸2つありますけれども、例えばこれ野球でいうストライクゾーンで考えると、あの真ん中の A が直球と真ん中みたいな感じで、ここは自分のその研究テーマに直結する社会貢献もあるだろうというふうに思います。もうあのその例えば企業との共同研究とか、それがすぐにあのすぐに何て言いますかね、そこから得られるデータがすぐに自分の研究に使えるような。 そういったそのあの社会貢献もあるだろうといういいに思います。ただし、えー、そればかりでは当然ないわけであの B に位置づけられるような、まあ、ストライクではあるんでしょうけども、ど真ん中ちょっと外れてるようなです、ね、そんなイメージであの作っているんですけども、まあ、B は何かっていうと、まあ、研究課題には関連づけられるとちょっと無理をすれば関連づけられるような社会貢献もあるのかなっていう気がしています。 あのどっぷり疲れの話ではないんですが、でもちょっとこれはあの工夫すれば、自分の研究課題にも近づけられるんじゃないかなというのも、当然、社会貢献の活動としてはあるんだろうなというふうに思っていますで。さらに C というのは何かというと、全くつながりもないようなあの社会貢献もあるのかなと、自分の研究課題とはあのなかなかつながらないと、むしろ全然つながらないような関係の中での社会貢献ということもあるなという気がしています。 それで私自身の思いとしましては先ほどそのカテゴリー123というふうに分けましたけれども私自身は2番ということでは前提で話をしていくと IB 研究者としての社会貢献を例えば A とかですねなかなかこう好んで選べないところにいるなというふうに思っています。というのはその前にはその所属機関の教員という立場があって。 えー、ですから私が今勤めているその大学ですね、大学の職員、まあ、教員という立場があるので、その大学の中での、えーまあ、社会貢献、求められるものをしていかなくちゃいけないということがありますから、なかなか自分でこう選ぶことが難しいところにあるなというふうに考えております。ただし一般的に こうまあ、勝手な分類ですけど、この A と B と C と社会貢献というのはこう分けられるのかなというふうに思っていますもちろんこれ以外の分け方もあると思いますけど、えーまあ、そのように分けました。ということを踏まえて、私自身はどうなのかということをですねこの後お話しさせていただければと思います。 えー、まず私自身のその自分の研究課題ってどんなことをしてるのかっていうことをちょっとご説明した方がいいと思いますのでちょっとご紹介させていただければと思うんですけど私はあの えこれつい先月ですねあの多国籍教学会全国大会があってその時に使ったスライドでもあるんですがこの右下のこの枠で囲んでるとかそうなんですけど私自身のメインの研究テーマは知財が無償化されているということに非常に関心を持っております、えー、知財が無償化されていく中で、えー、かつてはその知財をですねあのー、まあ、もちろん今でもあるんですが あのロイヤリティ要するに特許料でもって稼ぐビジネスが当然あるわけでその一方で知財を無償化すするというものものあります例えばこの今の QR コードがありますがこの QR コードで見てみるとこの QR コードを変わらずたの伝送ですけれども伝送はそのトヨタの、えー、自動車を作る工場の中で使ったというのは有名な話だと思います。この、えー、バーコーーココドドに QR 置き換えて えー、よりもっと多くの情報をしかも一部ヒア、まあ、リングしてみたところこの3分の1がですねの欠損したとしても、えー、補正する能力を持つというのは優れた、まあ、コードを作ったとでそしてそれを彼らは無償化してその結果自動車業界だけじゃなくていろんなところで使われるようになっていったで、えー、ビジネスとしてはそれを読み取る技術でもってその,あのビジネスにするというあのモデルを考えていったわけですけど あのその結果、今ではこのキャッシュレス決済なども使われるようになってたということになります。でこのようにあの、自分たちが作った技術をこう無償化するというところに関心を持っていいろいろ調べております。そうなってくると、特に私はその標準必須特許に関心を持ってるんですが、知財の中でも標準必須特許が、まあ、調べてみると、海外でも使われるようにするだけじゃなくて、今もあのあの示したように、他の業界でも使われると。 いうのが最近はそれを私は国際化と行政化の同期化というふうに整理しているんですが、まあ、それをまあ図示したものが右のこの図なわけですで。これは縦軸と横軸で開発した技術がどういう場面で使われるかということを示したものですけれども横軸はその技術が使われる地域的なあの分類です。 えと左側の方が特定の国とか地域だけで使われる技術右側の方は国境を越えた場所で使われる技術、まあ、国際化の話ですで縦の軸は何かっていうと特定の産業内だけで使われる技術なのかあるいは産業を越えて産業の垣根を越えて使われる技術要するに業績化の問題なんですがそういった技術があるだろうとで見てみると最近、まあ、QR コードはまさにそうですが IoT なんかの分野では、いきなり右上の方での技術開発、右上の方、えー、国際化も行政化も同時に進めるということを前提とした、えー、技術開発が進められているとっていうことになっているんですけど、まあ、それは果たしてどうやってその地財標準必須ト機を開発しているのかなということをいろいろと調べております。でそのためには 初めからこの技術開発コンソーシアムも組まれていて、その技術開発コンソーシアムのメンバーとしては、あの国際的なあの国をまたいでいろんな企業が入ってくるだけじゃなくて、業界を超えていろんな業界の企業が入って一つのコンソーシアムができて、その中で標準必須統計が開発されているということが進められている。その時に、えー、とその知財はどうやって管理されているのか、でそれを調べるためには、各コンソーシアムで作られているあの 知,財の件えー、と知的財産権の,、まあ、あのポリシーですね、IPR ポリシーというんですけど、それはどうやって管理するのかということを、各コンソーシアムでは取り決めをしています。でそのコンソーシアムの IPR を一つ一つ、まあ、調べていくなんかの調査をしているんですね。 でこれを通じて私自身は国際ビジネスがどん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 行政化してきてるとそうすると、えー、国際ビジネスの,その競争戦略の在り方もどんどん変わってきてるとでそれは果たして過去の先行研究ではきちんとそこまで言ってるのか言ってないのかなんてこともいろいろと見ているそんな研究をしておりますでなんでこんな話をしてるのかっていうとこの話と自分の,その社会貢献がつながってるのかどうかって話になるものですから今一応ちょっと私の,その研究課題についての話もちょっとさせていただきました そこで先ほどの社会貢献の部分にちょっと戻りますけど、これ自分の場合で見てみるとどうなのかっていうと、A と B と C3 つで見てみた場合に一番実は多いのが C が多くなっています。うん、えと研究課題とは直接つながらないようなですね、うん、え貢献がすごく多いなと。で具体的にには富山大学時代に 色々とその富山大学の仕事を通じてですね公開講座とかをすると、その公開講座に集まった方が、まあ、中小企業のオーナーの方とかも結構来ることが多いんですが、そうすると、自分たちの活動でちょっとあの,、まあ、あの喋ってくれないかというような話があったりですとか、それからあとは勉強会を開くから、これもちょっと後でまた触れますけども、勉強会をするから、そこでちょっといろいろとあの教えてくれないかと、あの経営学、あるいは戦略について教えてくれないかと。 いう話ですとか、あるいは単発での講演依頼ですとか、っていうことは結構あったりするんですね。それをやっぱり大学の公開講座から始まっているということもあるので、えー、断ることもできずに、やはりそれはあの一応、まあ私ができることであれば受けているということをしています。で次に多いのがこの B に続けられるところで、この B というのは、あのー、まあえー、うまく工夫をすれば A につながるような。あのー、まあ 自分の研究課題に直結する,直結するような、えー、情報なんかも集められることもあるので B は B で、えー、大事にしながら、えー、と活動させてもらっています。で A に関してはなかなか私自身は難しくてで A は実際自分で無理やり作ったりしています。 それぞれ A と B と C を今簡単にですここから先ちょっと自分でこんな活動してますよという少し具体的な話をさせていただこうと思います。まず A なんですが A に関してはこのようにあの、まあ、情報通信技術委員会というこれは総務省の外閣団体なんですが、まあ、IoT なんかの標準化をです、ね、扱うような標準化団体で 情報通信技術委員会というのがあります、まあ、TTC と言われているところですけれども、ここはですね事業内容としては、今申し上げたような情報通信ネットワークに関するあの標準を作ったりですとか、まあ、毎月毎月あの会議があって、その会議で今どんな状況かだとか、どこを改善しなくちゃいけないとか,とか、結構技術的な話が多いものですから、私はなかなかついていけないんですが、一応このメンバーに私も加わらせていただいて、その活動に、えー、の仲間に加えさせていただいております。この活動 に入るためにはお金が必要で年会費があまあこれ公開されてるから言っていいと思うんですけども45万円っていう年会費が必要ですただし私の場合には会員種別いろんな種別があってあの私はあの、えー、協力会員っていうところなので、えー、45万円ではなくて、えー、まあ、一口9万円のお5口で納めると 年間極致を納めると45万円でそれが正会員の会費なんですが私の種別というのが。あの えと協力会員の場合には2口でいいですね、ですから18万円ということになるんですけど、まあ、それをすると、この委員会に所属させてもらうこともできて、うん、そして一番下に書いてあるように、私は IoT 関係、要するに国際化と行政化がいっぺんに進むというところに対して、まあ、関心を持っていろいろ調べているものですから、この IoT エリアネットワーク委員会というのを所属しながら、そこでの情報を集めてで、えー、このメンバーにはあのーまあ、そこの情報に詳しい方もいらっしゃるものですから、そこが からいろいとろととままたたアリングををさせててだくとかっていうことをしておりますですので、あのまあ、ここ A の領域に関する社会貢献活動というのは、ちょっと自分で待っててもなかなかあの、えー、取れないということもあったものですから、自分から無理やりです、ね、この活動をさせていただいているということをしています。これが A の領域に関する私の,、まあ、あの活動の一つになります。まあ、A に関してはこれぐらいしかないんですね。B なんですが あのまあ、工夫すればあの A のに関する情報なんかも得られるかなということで言うと B の領域では富山市に、まあ、コーセルという会社があってここは私は社外取締役として、えー、と2015年からあの担当させてもらっていますこの会社はです、ね、産業機器向きのスイッチング電源というあの、まあ、直流安定化電源を作っている会社で。えーと まあ、あの国内で第2位のところに位置づけられている会社です。会社の規模としてはそれほど大きくはないんですが、あのまあ、上場している会社で、東証プライムに上場している会社にあります。で、えー、と歴史的にはですねもう50年以上経つような会社なんですが、まだまだそれほどあまりですね。 あの期待される分野ではあるとは思うんですが、あのもっともっとこう成長の可能性があるんじゃないかなというふうなことを思っている会社です。で海外にもいくつかの拠点があって、そこで、えー、活動しているということもあるので、私としましては、一番下に書いてあるんですけども、この会社の国際事業活動について、まあ、いろいろとこう助言する、まあ、助言というその上から目線ではないところもあるんですが、いろいろ教えていただくというようなこともしております。 またはその指名報酬委員会で委員長になってくれということもあったので、まあ、その,あの仕事もですねやらせていただいています。で実はこれもですね富山大学時代の活動で、えー、とこの会社の、えーまあ、社長ではない方が、ですね従業員の方が私と、えー、公開講座などを通じて知り合うようになり、 私が富山大学で大学院を授業しているときに、長、ま、考、あ、生という形で来られるようになり、でそしてそこからあの社長を紹介され、でそして、えーとまあ、このような形で社長から私に話があったということです。これももう5年以上ですかね、今続けているところです。で、実はこの会社の取引先なんかも、私の。あのえーと えと自分の研究にですね直結するようなところとまあ取引をしているとするのでまあ、紹介をさせてあ紹介してもらったりしてそこに行ってヒアリングしたいとかっていうこともしておりますこれが B の領域の一つでもう一つ B の領域ではあるんですがそれがですね今日も おお仕事してきました、この北陸電力さんというところなんですね、北陸電力ビジネスカレッジというものなんですが、えー、実はこれ、今日映してきた画像なんですけど、こんなところで、ですね今日はあのしてきました、えー。経営戦略の基本的なところを皆さんに教えると、まあ、あの参加者は、えー、50名ほどなんですが、実はこれ、こういった研修がですね北陸電力さんの、まあ、今、ここにはあの会議室とお借りしているんですけども、あの北陸電力さんで2002年に、 えー、従業員の研修として、あのー、経営幹部をこうあの要請するということで始められたあの研修ですで。研修を一番始めるときに、そこから私と、あと私の富山大学じゃの同僚にですね声をかけられて、ちょっとお手伝いしてくれないかという話で、あのー、実際その大学で教えるような経営学を。 えと授業してもらいたいたたと話になったんですねでそして私の授業自体もこれはやっぱ大学院の授業なんですが、あのー、まあ兆されることもあってでそういったそのケーススタディなんかも多く私はやってるもんですからそういったことを通じて、えー、授業してくれるということでここに書いてありますように週末を利用してて15日間とといいうことでやっています9時から5時までですね15日間やって今日も朝9時から始めたんですが私1人じゃなくて 私と外山大学代同僚とその2人が中心になってこの,あのビジネスカレッジと呼ばれているものを全部こうあの一緒に考えてですねプログラムを作っていったんですねで作っていってで私とその同僚以外のところは他の方にもお願いして入ってもらってっていうことをしています。で基礎編が前半7日間で応用編 あのこあの8日間と全部で15日間ということでやっています。で、ここはあのこれも私たちからのアイデアとして入れたんですが、北陸電力さんの方だけじゃなくて、えー、地域のもしくは他の従業。あの他の会社に勤めてる方も入れて。 えそうするとお、いろんな立場の方も入ってくるので、ね、いろんな気づきも得られるでしょうしということを、まあ、ご提案させていただいて、今そのように、ねさせてあのえー、進めているということになります。でここは実はその教材を、まあ、私たちが手作りをしているところもあるんですが、ケーススタディ用の教材も作っていて、でこれまで作った教材、まあ、ケースとしては、まあ、ソニー、キリンビール、ア,サアイリス大山、オーヤマ、スズキ、キーエンス、小岩製作所、他にもまだあるんですが、こういったところをお、まあ、実際に えとその企業までヒアリングしに行っったりとかしながらケースを作っていますえ特にその中でもおアイリス大山さんですとか鈴木さんですとか堀場製作所さんの場合には海外のオペレーションがどうしてるのかっていうことも非常に私個人的にも自分の,あの分野にもつながるものがあるものですから、えー、そこからですねあの担当者の方にお願いをして実際に海外のオ えー拠点もですね行かせていただいてヒアリングさせていただいたこともあります。で、この研修が終わった後は社内の課でを解決策社内の方題の解決策を求めて役員の前でプレゼンするということで組まれているというものです。で、もう一つこの C 今度はですね C の領域なんですが C の領域というのは全くその自分のあの研究にはあまりあの関係しないような話ということで。 富山県の,です、ね、あの中小企業家同友会というのがあります、各県にはあると思うんですが、富山県の中小企業家同友会で、これも10年ほど前から始めたんですけれども、先ほどちらっと申し上げたように、公開講座の中にあの参加されていた方からあの話を受けて、ちょっとやってくれないかということで、あの戦略的経営塾というものを開いてやっております。だい,たいあの毎年20社ぐらい集まって、だいたいメンバー固定されてくるんですけども、 あの20社くらい集まってであの私からの,あの授業を聞くだけの内容ではなくて、えー、参加する企業が自分たちの課題を出してそのメンバーでは赤裸々に今の状況を開示しそして自分たちの何て言いますかね社長さん中小企業の社長さんたちが抱えるような 会社に関する悩み事なんかも出してそれを皆さんでいろいろと意見交換しながら解決するとかっていうことをまあ,あするために始めたものなんですねでそれだけじゃなくて最近ではあの1年後の目標を設定しその目標に向かって毎月毎月計画を立ててで集まった時に今どこまで進んでるかってその進捗状況なんかを報告すると。 いうこともししたりしています。でこれは、えー、2月に1回集まって、えー、これも土曜日なんですが午後1時から夕方6時まで、えー、みっちりやるとで私はあの皆さんの話を聞いて私なりの立場でいろいろとあの話をさせていただいたりいろ、まあ、んなその,あの企業の,あの事例なんかも使いながらですね、こんなことがありますよっていう話をさせていただいたりとかしています。あとはあの、うん いろんなあの業界の方が来てますから、あの業界が違う、全くその新しい視点でもっていろんな意見も出されて、結構それがいいひらめきになったりすることもあるんですが、まあ、ディスカッションなんかを通じて、勉強会をしているととうことですただこれは、私の,そのさっき言った資材の,の標準必須特許に関する話なので、一切出てこないものですから、ですから、そういった意味では、全く自分の研究とはあの直結しないような活動だなというふうに考えております。 えーまあ、今年のこれあの画像なんですがこれは今年の6月だったかな始めた時の画像です皆さんこう熱心なあの経営者の方が多いですというようなことで、えー、続けてきているわけですが今の話ちょっと整理するとですね自分の研究活動とどうつながってくるかって話なんですが A の領域で見た時に先ほどご紹介した TTC の活動があってこれはまあ自分で無理やりそのあの 活動に参加させてると思うんですし B はコーセルという会社の活動が B はあもう一つ B があって北陸電力さんとでこんな中で実際にその私の,あの自分の研究につながるような話として、えー、TTC からはですね GS1 というこ世界的なコンソーシアムですけれどもこういったところのつながりができて GS1 ジャパンなんかにも何度か訪問させていただいてあの QR コードの話ですとかあるいは RFID の話ですとか まあそういったところでの情報、今、どういうその情報あどこまで進んでいるのかですとか、あるいは標準必須特許の扱い方、IPR ポリシーなんかについてもいろいろと話を聞かせていただくと。それからあととですねここういったところも あの次世代の通信技術として注目されてますけれども、NTT さんあたりがこう中心になって動いてますが、こういったところもその TTC の活動の中でつながりができてきているので、こういった方々のお話を聞くことができています。それからコーセルに関しては、まあ、あの開示できないところもありますけれども、例えばルンデサスさんですとかあのというところにつながりがあって、私もそこでちょっとですねあのお話を聞くような機会も設けさせていただいていると。 あるいは北陸電流さんでいうと先ほど言ったようにケースを書かせていただいているので鈴木さんにもです、ね、何度か行かせていただいてそして海外にも行かせていただくということを通じて実はこういった活動がそれぞれの一応、まあ、あの自分の えっとまあ、可視化できるところまで持ってってるってことがあります。一番上の話は2019年にあのジョン・カントゥル先生とあのハイス先生が編著者となってまとめられた本がありますが、その時の一つのチャプターを私も書かせていただきました。えー、で、それで今言ったようなその。 ロイヤルティフリーの戦略についての話をここでさせていただきました。で、ロイヤルティフリーの話っていうのは、あのここだけ、その一番上に書いた本だけでなくて、他にもあの大事なことがあったものですから、それを2020年に、また別の企業なんかの話も参考にしながら、えーと、多国籍企業学会の学会10周年記念というですね、で出された未来の多国籍企業という、 本のの中で一つの書を担最後そのお鈴木に関してはあ一番右に書いてあるこれはあの諸上先生を中心に臼井先生ですとか、まあ、この学会、まあ、諸上先生の,あの文科の方々が中心になってあの書かれた本で「国際マーケティング・ケイパビリティ」という本がありますがその中の一つに私もこの鈴木の事例をですね、えー、元にあの書かせていただきました。 でですので、まあ、こういったあの活動を通じて、えー、とそれぞれ、まあ、あの細々とではありますけれどもこのような形にさせていただいていったことが分かります。で以上から何が言えるかっていうことになってくるんですね。まあ、ここからちょっとまとめ的な話になるんですけど以上より何が言えるかっていうことで IB 研究者としての現実も私自身の現実なんですが。 あの大事にすべきことがあってそれは何かっていうとまあ学生教育が当然これ大事だろうということとあとはその研究自分の,その研究調査もあるし社会貢献活動も大事だとこれはそれぞれまた大事だなというふうに私には捉えています。で先ほども言ったようにあの IB 研究者であることの前にやっぱり所属する機関大学の教員としての社会貢献があるので主に私はその前勤めていたところからですねだんだんだんとこういろんなところにこう。 話があまあ、そういった相談があるもんですからそういった受けているということです。でこの3つが大もちろんそれ以外にも大学の運営とかあるんですがまあ、ちょっとそれは置いとくとして今この3つで、えー、大事だなというふうに思っているんですけどそれぞれがどういうふうな関係があるかっていうとこれイメージですけどもあのこんな関係なのかなと思ってます自分の研究調査で、えー、標準の必須特許みたいな話をですね、えー、いろんなコンソーシアムの i p r を あのまあ、ポリシーを調査するとかっていうことは残念ながらすぐにこの学生教育につながるかっていうと、えー、なかなかすぐにこういけない部分があります特に MBA のクラスは先ほど申し上げたように、あのーまあ、経営学を専門に勉強された方ばかりじゃなくて医療関係者の方とかもいらっしゃるので経営学に関してはまだまだあまり、えー、これまで勉強した。あ チャンスがなかっったという方もいらっしゃるんですね。そういった方に対してはそういった方も理解するような形で情報提供、あのえー、っと授業をしなくちゃいけないということもあるので、なかなかちょっとこの研究調査からここの線はちょっと細くなっちゃうなという気がしていますで。あと研究調査と社会貢献活動は、まあ、無理やり自分で、えー、っとなんとかその研究に持っていくようなこともあるので、自分からこう,あのうまく利用させてもらうというところもあるな、まあ、ですから双方向の矢印がある。 気がしますで社会貢献活動が一番そのあのこの3つの中ではあの、えー、大きな意義があるなっていうのはこのやっぱり学生教育なのかなと特に社会貢献でいろんな企業の,あの活動を通じて、えーまあ、いろんな事例なんかもお、まあ、現場の話なんかも行かないよりは行って話を聞くこともできますのでそういったことは学生教育に生かせるなっていうことを感じています。 まあ以上大体こんな話になるわけで最初にお示ししたその奥先生から出された我々 IB 研究者今どんな状況に置かれているのかっていうことで私なりの今置かれている状況をちょっと触れさせていただきましたそれとあとあの実務への公共をどうやって可視化するのかっていうことなんですが実務に対してその可視化というものも、まあ、全てじゃないにせよ、まあ、少しはあのまあ 文章化することができているということをお示しさせていただきましたあとはその実務とのつながりをですね学術研究に活用するためにどうすればいいのかって話なんですねこれがやっぱりあのとっても大事だと思うんですけれども私自身の考え方はこのように考えていましてこれはまあ最後のスライドになるんですけどあの、まあ、研究課題に近づけられるような活動っていうのは私自身は強引に近づけるようにしているとそれは先ほどの TTC に加わっているっていうこともあるんですが ある宗教と合意に私自身の場合には待っててもなかなかそういったチャンスがないものですからそれをしているということがあります。で、えー、当然それができないその <laughs> 研究活動には直接こう結びつけられないような貢献社会貢献もあります。ただしそれもやっぱり必要なんだろうなっていう考えていて当然それは大学の教員とする中では社会的意義が見いだせるし実は私自身もすごくやりがいを感じられるなと思っていて先ほ,ど先ほどの中小企業の あの集まりの中で行くんですがあのもちろんそれは私の時間を使っているのでそれなりのって言いますかねあの、まあ、費用を払ってもらってはいるんですけどでもそれはほとんどなんて言いますかあの私たちが例えば外部の非常勤講師に行くよりも安い、まあ、そういう料金やっているもんですから、まあ、本当にそのい、えー、った意味ではあのちょっと大変な負担も感じるところもあるんですけどもただしものすごくやっぱ感謝されるので。 私たちはとってもやりがいを感じているということはあります。ですからこれも,もう10年以上続いていますけどもあの、まあ、さらにこの後もあのも活動を続けていくんだろうなというふうに感じています。ただしその一方でやっぱどうしてもこ意義の見出せないものも中にはあるわけでそれはもう無理に続けずに、えーっとまあ、あの辞退をさせていただくこともあるということになります。 まあ以上、私からはですね、大体こういう話でして。あのー、まあ、今日の、あの、テーマに。どれだけ <laughs> 役に立てるのかわかりませんけど、とりあえず、私の方で。私なりの話として、お伝えして、えー、お伝えできるのは、こういった内容になります。以上でございます。はい、内田先生、ありがとうございました。